皆さんこんにちは。それでは今から2020年担当合格コース春生の特徴ということで、お時間20分ほどいただきまして、レックのですね、この担当合格コース春生のですね、まあカリキュラム特徴なんかをですね、お話しさせていただきます。はい、担当させていただきますのはレックス二コー,シー会計士講座の影山と申します。よろしくお願いします。はい。 えまあこのね、えー、動画をご覧になられてる方はあまあこれからね、えー、会計士の勉強を始めようっていうですね、まあ、希望に満ちている方が多いと思うんですけれども、ねえー、まあそんな、ねえー、まあ難関試験である会計試験をどうやって突破していくんだっていうことでちょっとレックのムについてですねここからお話しさせていただきたいと思います。 で試験制度だとかあと会計士のですねお仕事の話は他のね動画でですねまたお話をしているのでそちらの方をですね参考にしてもらえればと思いますね本動画はレクのカリキュラムですねそこについてですねスポットを当ててお話をさせていただきますはいで、えー、まあこちらはレクのパンフレットになるんですけど、えー、まあレクのですねカリキュラム2019年の 春から勉強を開始しようって考えたときにレックはですねいつの試験を目標に持ってくるかっていうとですか、はい、このです、ね、パンフレットのです、ね、左側、まあ、ここがね2019年春で、まあ、2019年2月3月4月ぐらいから、ね、会計士の勉強を始めようと思われた方はですね、はい、ターゲットは2020年5月の担当式本試験ここがターゲットになります。つまり1年間で 担当式試験を目指していきましょう。っていうカリキュラムがレックのスタンダードなカリキュラムになります。はいで、まあ、なぜねこのカリキュラムがいいのか、そしてコンセプトは何なのかっていうところをですね。ちょっと見ていきたいんですけども、その前にね。試験制度のおさらいですね。詳しい試験制度は他のですね。えー。w でですね。まあ、アップされていますので、他の動画にアップされていますので、えー、そちらにお任せをしますが、えー、一部ですね。この試験制度の中でも担当免除制度というですね。非常に。 このカリキュラムをですね考える上で重要な制度がありますのでちょっとそこについて見ていきますね。とい,い,い,いうところのですね2番目担当免除制度とといいうところを見てくださいはい今の公認会計試験はですね一度、担当式試験に合格すると仮にその年の論文式試験に落ちてしまってもその後2年間は担当式試験が免除されます。はい なので言い換えればですねこれ一度担当に合格することによって論文式試験3回受験することができるんですね。この制度っていうのはすごくですね、えー、大事な制度になってきます。それそ層の話ですね、えー、会計試験担当免除制度がなかったらどうなるかっていうと担当を受かりました。次論文 受けて、この論文がダメになってしまったら、また担当を受け直さなければいけなくなります。そうなるとですね。これ、担当と論文を必ず並行して受験しなければいけなくなります。担当と論文を必ず並行して受験しなければいけなくなります。はい。でも、この担当免除制度が導入されたことによって。まず担当に受かりましょうっていう勉強をすることができます。 でなぜまず担当に受かりましょうという勉強をしていく必要があるかというとここ見てください担当式試験の合格率が低いんですね。担当式試験の合格率が低いとでこれ具体的に何ぐらいかっていうとちょっとプレゼンター変えていきますね、はい。担当式試験の合格率はここ最近15%から20%になります。 15%から20%で論文の方はですねあ論文の方はですねまた違うスライドいきますが論文の方はですねこれ40%弱あるんですね35%から40%なんですね論文の方はで論文の方が合格率高いんですよで担当はまあ大体その半分以下合格率は、まあ、半分弱ぐらい。 のが合格率が低いので,ですかまず担当の勉強に力を入れるということが重要になってきますこれ担当の方が合格率が高ければそんな必要はないんですけども担当の方が合格率が低いんですよね。ということはやっぱりねまず担当のことを考えたいっていうのがこの REC のカリキュラムの念頭にあります。 合格率の低い担当に最大限力を注ぐためにレックの担当合格コース春生これ一年間で担当に合格するこれを目指すコースですがコンセプトは担当に受かるまでは担当の勉強しかしないこれが担当合格コース春生のコンセプトです担当に受かるまでは担当の勉強しかしないそれは担当の合格率が低いそして 万が一論文に落ちてしまっても担当免除制度があるんで次はいきなり論文に進むことができる、まあ、この2つの理由です。で当然ね一発で論文を狙っていきますから、ね、1年後の5月の担当宿試験に受かったとは、ね、3か月後の論文を狙うカリキュラムっていうのがしっかりと用意されてるんでねもう担当受かればね当然3か月後の論文を狙いにいきますがこれ万が一ダメであってももう次はね担当受かっていれば。 いきなり論文に進めるわけですからまずその担当合格免除制度っていうものをですね、えー、利用したカリキュラムにはなっていますまず合格率が低いわけですから限られたですね資源つまり時間ですね時間をもしですねこれ担当と論文を学習開始時から並行して勉強することになると大体担当突破のために身につ,け身につく力っていうのが1年半ぐらいかかっちゃうんですね。 担当突破のために、えー、必要な力が身につけられるのは、一年半ぐらいかかっちゃう。で、それもですね、担当に特化することによって、論文部分を削ぎ落とすことによって。一年で担当に受かる力が身につけられるんです。ね、だから、一般的には担当と論文で初めに並行して勉強していくことになるんですけども。ね、一般的なカリグラムは。でも、それはですね、一年半ぐらいの期間っていうのがスタンダードになります。やっぱり租税法や選択科目。 これを勉強していくことに初めからなるんですけども担当受ななかっったら法や選択科目って使わないんですよそう考えるとやっぱりねまず担当に特化して有効にね時間を使ってまず一段階の成果を上げていきましょうというのがこのレックの担当合格コース春生に入っている最大のコンセプトになります。はいで、まあ、この担当合格コース春生 まあ一年間で担当を特化して一年後の2020年5月の担当を目指していきましょうというコースなんですが、その中もう少し詳しく見ていくと、これ二つのフェーズに分かれてるんですね。二つのフェーズに分かれています。前半部分を入門期と位置づけています。入門期で後半部分を上級期と位置づけています。で入門期は入門講座がですね、だいたい99コマ、まあだいたいというか99コマですね。すみません。 でこれ3時間かけ九9 9個まで297時間、まあ、講義数は結構ですね時間差ありますでこれをですねおよそ8か月間で消化していきますでこれを2019年12月の担当式試験前までまあ実際講義は11月ぐらいになってくると少しずつ少なくなってきますが、えー、まあ12月の担当式試験の前までで入門期が終了でこの入門期はですね まあ一応その担当に特化はしますが財務会計論管理会計論企業法監査論は論文式試験でも使っていく科目なんでここはまあ担当と論文共通する大事な考え方部分もしっかりと身につけていきますこの部分はね。はい、で基礎がしっかり身についた後にお試し受験の12月担当式試験を経て、まあ、12月の月の 中旬以降開始される担当上級講座でより実践的応用的な勉強をしていきます。ここはもう完全に担当特化です、はい、でこの上級講座83コマをですね、えー、受講していただくと、まあ、担当突破のための、まあ、一応実力が身につくカリキュラムを紹介したと。はい、でこの上のですねオレンジ色系の色が付してある部分は「 これインプット講義の帯だと思ってください。で、並行してアウトプットで会計試験の勉強は練習して数字を出せなかったらこれ力はつきませんから、アウトプットも重要になってきます。つまり、問題解いて回答を作るというアウトプット、これも重要になってきます。これが下のですね。まあ、グレーっぽいですね。帯ですね。ちょっと色2段階に分かれていますけども。はいで、まず入門期にはですね。この入門答練といって。 当練、まあ、ってこれ答案練習の略なんですけど、ね、これは実際に問題を解いてですねこの入門期はですね本当に計算の土台部分を築いていく期間になりますのでこの答案練習の答練っていうものも本番と同じ形式ではありません。 財務会計論と管理会計論のね、土台部分を築いてもらうために。基礎の部分をしっかりと勉強していくっていうですね。まあテストみたいなものになります。ね、はい、で、それに対して、上級期に行くと、もう本番さながらの模試のようなものを実施していきます。これがポイントアップ答練というものです。これはもう本番と同じ形式、同じ分量、同じ時間で実施をしていきます。ね、で、あ、もし通学クラスであれば。これ本番と同じように、朝九時間、九時半から始まって。えー 担当式試験ですね朝9時半起業法から始まって夜のですね6時まで18時まで一、えー、日のスケジューリングで本番と同じスケジュールで実施をしていきますはいこれがあのまあここ20回って書いてありますけども、まあ、各科目5回ずつです、ね、5人であるんですね1回目から5回目までプラス模試です模試なんで模擬試験がまあイメージは6回あるみたいなものですねポイントアップ投練という答案練習で5回で公開もして1回計6回計6回はもう1日ね これ通信の方でもねもう本番さながら受けていただきたいんで、えー、どうしてもね、えー、校舎に通って当練を受けられないっていう方もご自宅で必ずね時間計って朝から本番のシミュレーションをしなければいけないところ、まあ、していただかないとこう感覚が身につかないんでねどんくらいのスピード感で解いていったらいいのかっていうのが身につかないんで、ね、これ本番さながら6回解いていくことによって、まあ、実践力やね、えー、あとはどうやって解いたらいいのかな、えー、どういう時順だったら一番効率的に点数取れるのかなっていうそういう感覚を養っていただきます。 はいでまあ、このトーレもしっかりとやっていただくと大形さんの担当に受かるです、ね、力が身につきますので、まあ、ここは、ね、ぜひあのこの担当特化型のカリキュラムで,です、ね、まず合格率の低い担当を、ね、しっかりと狙い打ってその後ね論文のステップに進んでいただきたいなとで担当受かったとでとね、ちゃんと論文用カリキュラムあります、ね、3か月後の論文を目指していくというカリキュラム。 これ正規の論文だとですね、論文コースだと、コマ数が多くて、学習量が非常に多いんで、これ、5月担当合格者の方はですね、担当、ごめんなさい、論文の圧縮コースっていうのがありますから、3ヶ月で論文合格を実現する圧縮コース、必要なところをですね、最大限絞り出した、あぶり出したもので、必要じゃない部分は、もうどんどんそぎ落としていくというですね、この圧縮型のコースをですね、受験、受講することによって、5月受かったとの3ヶ月後のですね、 え論文の合格これが現実になってきますからなのでまずね担当を受かってその後ね3か月間で圧縮論文を受けていただくことによってですねえ8月の論文合格これをねえ目指せますのでねえなのでまずはねとにかく1年で担当を受かりましょうと成果を出しましょうということをですね念頭に置いたコースになっているとはいこれがレックの担当合格コース春生のね カリクラムになりま是非で,ですね、えー、合格率の低い担当です、ね、力を注いで一緒にですね、えー、こう合格を目指していけたらいいなと思っておりますので、ね、この動画をご覧になられている皆さんもですねいろいろとね、えー、ご事情もあると思いますから。 ななかなか、ね、こう一歩勇気踏み出して進むことができないといとう方もいいると思います、ね、でも、えー、そこはね会計士っていうね、えー、資格って非常に素晴らしい魅力のある資格ですからまたこれはですね資格の価値だとかですねどんな仕事があるのかっていう動画で紹介されてるもんでそちらの方でですね見て頂ければと思いますけれども、ねえーま、受かって損をするってことはありませんのでまあぜひ将来のビジョンをね考えて、まあ、自分がねその会計士の資格を取ったら楽しい人生を送ることができそうだっていうんであればね、えー、これはぜひね一歩勇気を持って 進みみ出してみてください、ね、その勇気がね将来を変えていくっていうことも当然ありますのでね、えーまあ、当然ねいろいろと現実的な検討もしなければいけないんで、えー、まあ安易にはね、えー、こう背中を押すことは私はできませんけれども、ね、ただもう心を決めて目指すとなったらね振り返ることなくしにがむしゃらに頑張っていただきたいなと思いいいいます、ね、こう迷う状況であれば、ねまあ、目指さない方がいいと思います。 どううしようかな始めてみたけれどもやっぱり合、ね、ってないなとかねやっぱりこっちの道が良かったなっていう状況であればこれは目指さない方がいいと思いますからもう目指すとなったら後ろは振り返らずにがむしゃらにいくとそういう覚悟を持って一歩ね踏み出していただければですね必ずねこの最大限の合格のためのサポートっていうのはさせていただきますんで是非ですねこういろいろとご検討してみていただけたらなと思います。 はいそれではですね短い時間でしたけどもレックの、ね、担当合格コース春せのカリキュラムについての動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした